サガン鳥栖対鹿島アントラーズ J1 リーグの第4節の戦いです。まあ、前半割と早い段階で試合が動きます。14分金崎のゴールですね。ここを自由にさせなかったということ、うん、でここを頭でいったということ、それがつながってゴール。まあ、もちろんキム・ミンヒョクに当たってコースも変わったんですが、その小林さん、過程が非常に良かったと、はいはい、やっぱりリバウンドのところを奪ったっていうのはやっぱり良かったと思うんですね。そこは集中してたと思いますね。23分のトスと言いながらやっぱりイバルボルに来るんですね。イバルボ、そしてチョロンゴン、チョが、ね、入れとけばこれも、うん、でストライカー2人にチャンスが来たわけですから、うん、一度落としてこれフリーですね。チョとしては沈めときたかった。まあね、鹿島アントラーズ選手たちもいたはいたんですけれども、チャンスでしたがものにはできませんでした。そして後半47分なんですが、これチョン・スンヒョンコーナーキックからというところでした。惜しかったですね。そしてトス52分、今度はイバルボがシュートに行くシーン。これ庄司も頑張ってるんですよね。大きいですよね、切り返しが。59分、またトスのシーン、荒川、これがゴールにこう向かうような形だったんですが、結果的には、あ、最後のミサオ、ね、うん、そしてもう90分プラス3というところ、権田も上がってのこのフリーキックをチョン・スンヒョン、チョがヘディングで2つですよね。だからあの終盤でチョン・スンヒョンを上げてましたし、あの辺りなんとかしようというところもあったんですが、結果的には1点が遠いというトス、鹿島アントラーズが勝利を収めるという形に終わっています。金崎のゴールを守り抜いております。